皆さんよろしくお願いします。哲学人です。今回は、告白する勇気を持とうということで、まあ、好きな相手がいるんだけどなかなか、まあ、告白できない人に向けて、まあ、告白する勇気が出るお話をしたいと思います。まあ、シャイであることとかあとその内気であることっていうのはある意味でその人が相手のことを思ってそのいるようなその優しさの裏返しなのかもしれないんですけども、まあ、その優しさっていうのは、まあ、付き合っていく中でも忘れないでほしいなっていうところなんですけど、まあ、それと同時にやっぱり恋愛の場合はその優しさと強さっていう部分で私は勇気っていうことが大事なんじゃないかなと思うのでちょっとその話をしたいんですけども、まあすごくその告白するっていうのは非常に勇気がいると思うんで大変だと思うんですけど、まあ結局その勇気を出すってことが、まあ、告白してね恋人になった後もまあいろんな局面でその困難なことっていうのが起きてくるんですよね。まあ喧嘩して別れてそうになってしまうとかそういう危機の時に相手をその引き止められる時の勇気とかね、まあそれストーカーって意味じゃなくて相手に対して自分の考えていることこれからどういうふうにしていきたいのかってことを伝える勇気とかね。でそのまあその後ね結婚を申し込んだりとかあとその相手の両親に挨拶に行くとかそしてまあまあ、子供ができたと子供を産むかどうか育てるかどうかっていうことの決断とかあとまあ家を持つとかもういくらでもまあ2人の関係を考えてる中で勇気っていうものが必要だと思うんで、まあ相手もねそのこの人はその自分との幸福を育てていけるだけの勇気があるかどうかっていうところも持って大事にしてると思うんで、まあこういうね勇気をまあ勇気って言ってもね最初は告白する勇気なんだと思うんですけど、まあ付き合っていく中で自分がこの人を守らなければいけないなっていう気持ちでその勇気が育っていくっていう部分があると思うんで大事にした方がいいなと思ってます。でまあ私の場合は結構その学生の頃にまあこれはどうなのかな自分勝手な妄想かもしれないんですけど、まあ告白して振られるのが怖いっていう時は、まあ、その告白された相手っていうのは、まあ、振られてしまったとしても、まあ、例えばそのある時に、まあ、その彼女が落ち込んで、まあ、自分がすごく無価値な人間だなと思ってしまうような瞬間があった時に、まあ、自分がその告白した時のことを思い出してくれて、まあ、こんな自分でも好きになってくれた人がいたっていうことで、まあ、その事実で何かその辛いことを乗り越えられるかもしれないとかね、それはまあかなりキモい妄想だったと思うんですけど、まあそういうことも思いましたね。なのでそれはまあ自分に対して勇気づけるために思ってたことなんですけど、まあ告白しなかった後悔よりも、まあ、告白して振られてね後悔する方がいいと思いますので、まあ、ぜひ最初は告白する勇気を持ってで、まあ、その勇気がこれから続いていくであろういろんな困難に立ち向かう勇気につながっていくんだっていうふうに思って、まあ、ぜひ告白する勇気を持っていただけたらなと思います。まあそうですね、この動画に対する意見や感想などありましたらぜひコメント欄に残していただけたら嬉しいです。どうもありがとうございました。動画をご視聴いただきありがとうございます。新しい動画を見逃したくない方は右のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。